はいどうも皆さん、こんにちは。本日は二の国をやっていきたいと思います。で、二の国をやっていきたいわけなんですけど、この二の国なんですが、今日出たばっかりなんですよ。で、キャラ選択ということで、これどうしたらいいんだ？作成するキャラクターを選択してください。あ、これでいいんかな？キャラクターを見る。うわ、すごいな、グラフィック。うわ、アニメみたい。え、これさ、スマホゲーなんだけど。スマホゲーと思えないぐらいすごいよね。何これ？防御、攻撃、補助、素早さ、治療、キャラメイクとかもできるんだ。うわ、すげえ。めっちゃ細かくできるじゃん。まあ、見た目的にはこれでいいんじゃないかな。まあ、特にこだわるところはないので、まあ、ノーマルでいいんじゃないかなと思ってます。あ、もうこれでいいんじゃないかな。ね。だってさ、初期コスチュームしか今のところないでしょ、これ。出発しましょうか。とりあえずこれで行きましょう。おー。すげえ。近未来的やな。二の国はね、初めてプレイするんですよ。なのでどういったゲームかわからないんですけど、まあ、初見プレイということでやっていければなと思いますね。ちなみにこれから継続的に二の国の動画を出していく予定なので、もしよろしければこれを機会にチャンネル登録して、これからも動画を見ていただければ幸いです。ぜひよろしくお願いします。さあ、今は、オープニングというかチュートリアルか。いや、本当にすごいね。最近のスマホゲーってこんな進化してんだ。いや、任天堂スイッチのゲームとかと比較しても全然変わらないよね。ソウルダイバーズ。ちなみにこちら無料でダウンロードすることができます。この女の子は誰なんだろう。あー、二の国で世界を救う勇者になるってことか。はいはいはい。確かレベル5さんが絡んでいたと思います。未来カンパニー。どの世界にも属さない人。うわ、すごい、なんだこれ。地震か？おー、終わった。画面をタップしてログインしましょう。あー、わかりました。ログインしましょうか。はいはいはい。まだログインできてなかったんだ。ちょっと待って。なんだこの生物。あ、待って。え、この生物見たことある気がする。え、なんかさ、見たことあるよね。うわぁ！ひでぇ。何これ。アニメの世界やん。俺何もまだ動かしてないんだけど。あ、タップで回避。あ、何これ。うわ、すごいな。ジブリの映画見てるみたいやな。確かこれね、ジブリスタジオも絡んでたはずですね。なので、ジブリ好きの方にもかなりおすすめのゲームになってます。うわ、ドラゴンだ。なんか、RPG らしくなってきたね。で、時計台を粉砕していくと。やんちゃすぎやろ。うわぁ！これはひどい。めちゃくちゃや。何これ。うわぁ、すげぇ。ジョー様が危ねえって、お前、ジョー様まだ逃げてねえのかよ。大丈夫じゃないか。大丈夫ではないな。見えるか？ジョー様が誰かに攻撃されてるぞ。まあ、誰かっていうか、まあ、ドラゴンだと思うんだけど。なんだろう、クエストのようなものだろうか。おい、やめろ、プレイヤー。心の声が聞こえてるぞ。おい、何ぼーっとしてんだ。早くジョー様を助けに行かねえと。はい、わかりました。このパッドを操作して移動することができます。はいはいはい。まあ、他のスマホゲーとかと同じですね、操作方法は。だからスマホゲーに慣れてる人とか結構操作しやすいんじゃないかなと思います。僕はですね、スマホゲー全くやらないので、結構操作苦戦しそうな。で、画面の任意の場所をドラッグすると視点を変更することができます。あ、ほんまだ。しょうがねえ。あ、そこ通って。ああ、わかりました。ちょ、話進むの早くね。俺別にタップしてないんだけど。あ、これは多分無理やな。無理で、多分その、こっち側だよね。OK。こちらで OK ですかね。
あ、けど視点切り替えとか結構しやすそうですね。はい。なんか iPad とかでやった方が多分やりやすいと思う。うわ、戦国無双みたいになってるわ。おい、大丈夫か、この衛兵大丈夫。私は大丈夫です。嘘つけよ、お前大丈夫には見えねえぞ。まあ、とりあえずね、女王様のところに行かないといけないってことか。まあ、序盤のまずやらないといけないこととしては、女王様のところに行くと。まあ、チュートリアルが結構長そうですね。で、なんか、おーおーおお、待って待って待って。なんかやってきたんだけど、スキルを使ってみましょう。何スキルって。うわ、すごい、爽快。なんか、ルーファクトリーみたい。え、ルーファクトリーや。ちょっと待って、ルーファクトリーじゃないですか。で、多分チュートリアルということなので、おそらくね、体力ゲージとかないんだろうね。で、今タップ連続でしてるんだけど、ダメージ受けてる気がしない。なんか、その戦闘シーンとかは、ルーンファクトリーとめっちゃ似てますね。てか、ルーンファクトリーだな。お、やってきた。結構近いね。一瞬やな。燃え下がってます。城が燃え下がってるね。おお、女王様か。で、これは誰な。女王様まだ逃げてないんか。で、これが悪者か。典型的やな。めっちゃ悪そう。で、この主人公が、まあ、マリオで言うマリオか。で、女王さんがピーチ姫みたいな感じか。なるほどね。で、後ろにいるのはルイージみたいな。ルイージではないか。まあ、キノピオ的な存在か。どの世界にも属さない人。めっちゃかっこいいやん。独立遊軍みたいな。私の役目はここまでのようです。何、自爆するん。マルマインか。大丈夫、やめてよ。爆発しないでね。ちょっと待って、動きやばくないか。これはなんだ？ああ、なんか離れたね。うわ！ちょっと待って。この展開面白すぎやろ。何この展開。予想外すぎやろ。あ、終わった。あ、なんか、異世界に飛ばされましたね。あ、やっぱ飛ばされたんだ。これは、何なんだろう。さっきの国とは全然違うよな。違いますね。え？おお、やってきましたね。さあ、やってきましたけど、ここからどうしたらいいんだろうか。まあ、とりあえずチュートリアルは終わったということですね。左上に、体力ゲージが出てます。で、戦闘力であったりとか、あとはマップも右上に表示されてますね。うわー、グラフィックすごー、神ゲーじゃねえか。え、ちょっと待って、本当に神ゲーなんだけど。え、スマホゲーでさ、こんなにクオリティ高いゲームなかなかねえだろう。みんなこれ見てくれよ。まあ、草原だったりとかさ、水辺だったりとか、山だったりとか、とんでもないぜ。ってことで、メインはどこ？これ何？ああ、なんか表示されてるね、フラッグみたいなのがあります。空のところへ移動って書いてあるわ。ああ、この子空って言うんだ。おお、よかったよかった。生きてたか。少しでも遅かったら真っ黒なやつの攻撃でやられてただろうな。確かに。結構やばかったよね。なんか序盤からクライマックスみたいな。で、この空がまあ相棒みたいな感じか。で、ここからまあ物語が繰り広げられていくと。なるほど。まあチュートリアルは一通り終わりました。で、この後はどうしたらいいのこれ。なるほどね。なんかその地図をあの悪者が奪いたいと思ってたんですよね。で、それをまあ防衛することに成功したと思うんですけど、まあそこから先がわかりませんと。おそらく。なので、
今のところは進めていくしかないのか。行こうぜ。見晴らしのいい場所に行こうぜ。お、さっき俺がね、来たところじゃん。で、さっきの場所が、あそこ？エスタバニア。世界を統一した国。うお、かっこいい。名もなき王国。エスタバニアに行ってみようか。なるほど、わかりました。まあ、とりあえず、今やらないといけないことは、そこの王国に行かないといけないってことか。エスタバニアの力を借りて敵を追い払っていく。で、女王様を助けると。ってことは女王様は死んでないってことか。まだ生きてるっていうことですね。おー、わかりました。エスタバニアに行きましょう。なんかクーが連れてってくれてるんだけど。おー、すごい。本当に。うわー、え、なにこれ。仲間的？わからない。変なやつも混じってる、確かに。あいつの後ろをついて行ってみようっていうことで、行きましょうか。あ、こっちじゃないね。うわ、結構その操作が難しいね。うわ、すげえ。神殿みたいやな。なにこれ？うわ、ダンジョンにやってきた。汚染されたホールの森。なにこれ？うわ、謎の生き物。外の世界の奴らじゃないか。ってことは、やっぱりここの住民じゃないってことか、俺たちは。なんか黄色のフラッグがあるのいいよね。おー、いいね。すごいすごいすごい。これはすごいぞ。ちょっと待てよ。マジですげえぞ。え、グラフィックさ、ほんとすごいよね。え、なかなかさ、こういったゲームないよ。え、スマホゲーのクオリティじゃないよな。これはすごい、ほんと。うわぁ、大丈夫これ。この女の子誰だろう。まあ、味方ではあると思うけど。うわ、すごいすごいすごい。何これ。クロエって言うんだ。結構敵の体力高いっすよね。なかなか高いな、体力。これ勝手に戦ってくれてるよね。気をつけろ、何か出てくるぞ。うわ、何これ、魔人みたいに出てきたね。この魔物気をつけろってことで。うわ、すごいこれ。謎の卵って何なんだろう。これで OK か？はい、っていうことで、今日の動画この辺りで終わっていきましょうか。まあ、キリがいいので一旦終わりたいと思います。まだチャンネル登録お済みでない方がもしもいらっしゃいましたら、ぜひこれを機会にチャンネル登録して、これからも動画を見ていただければ幸いです。ぜひよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。